昼だわ。ランチへ行こう。テイクアウトグルメ。今回は3月にオープンしたお店。わ、おコンセプトにした初のサラダパスタ専門店よ。看板メニューのイワチューブタ和風豚しゃぶサラスパよ。醤油と酢、レモン、玉ねぎ、サラダ油を混ぜ合わせた自家製和風ドレッシングが決め手なの。中太のもっちりしたスパゲティを甘みと酸味が引き立てます。イワチューブタもたっぷり入って食べ応え満点の上にヘルシーだわ。コロナ禍以降乗り越えた代表の青山さんは、日本をもっと盛り上げたいと決意を語るわ。地下鉄芝公園駅の近くです。